はい、久しぶり。おはようございます。おはようございます。いや、とんかつ食べに行くんだけど。朝ごはん。もう12時回ってるけどね。そう、今1時だけど、まだ朝ごはん食べてない。さっき起きたばかり。じゃあ寝起きのとんかつ食べに行こう。イエイ。いい朝ごはん。豪華。うん、この中。で、エレベーターで、そうそう、5階。こちらが人参のフレンチドレッシングですか。こんなおしゃれなとんかつ屋さん見たことない。銀座ですから、そもそもとんかつっていうものがおしゃれな食べ物だと思わないんですけど。分かる。定食っていうイメージだね。いただきます。いいのかな。いいよ。私の中でベストなサラダドレッシングはごま。ああ、そう。美味しいよね。これうまい。ドレッシング。気に入ると思う。会社さんのゆめぴりかございまして、その中でも特別栽培米のつらぬきという品種です。はい。はい、浮いてきてる肉汁の味をまず見ていただいて、最初はお塩が合うと思います。あとはおソースございますので、お好みで。なんで、はい、なんだ。それでヒレカツ食べてみたら、これしか取れない。これがヒレ。これヒレカツ。いただきます。一応ここにワイバスケットがある。やばいね。めっちゃジューシー。肉汁が柔らかいし。やっぱりこれはヒレカツだよ。基本ソースはつけるけど、塩だけでも全然美味しいよね。これ普通のソースで、こっちが何だっけ、ちょっと甘い感じね。朝からとんかつ食べて元気になる。私が住んでるあたりにレストランがないから、もう弁当しか食べない。あのコンビニの弁当。あ、だからこれはさすがに。お母さん、よく思ってたの。やっぱソースもいいね。めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。最高に美味しいです。ありがとうございます。お見せいただけて嬉しいです。ヨーロッパにもさ、シュニッツルとかあるじゃん、近いっちゃ近いけど、やっぱ違う。こっちよりも薄いし、タンコもちょっとちっちゃい。あ、まあ、サクサクっちゃサクサクだけど、違う。まあ、あとソースも違うし。そう、ソースはあの、まあ、ドイツとオーストリアは違うソース使うんだけど、ジャム。あ、そうなの。そう、ジャムと一緒に食べる。例えばこれをジャムと一緒に食べるって想像できないでしょ。ちょっと甘酸っぱい感じのジャムと食べる。やばーい。なんか何の、何が入ってる。これもめっちゃジューシー。見るなら私段ボール1杯持って2杯ぐらい。でもさ、昔だから数えてる。で、これ演技じゃないんだよ。本当にオーストリアの何か分かる。え、オーストリアのザルツブルクだっけ。お合ってる。おザルツブルクが何。ザルツブルクがどうした出身でしょ。そう。知ってる。首都は何。ビエナ。知ってます。一応外国人と会ってないですから。オーストリアクイズ。モーツァルト。
Yes. まあどうしたの？絶対言うと思ったから。モーツァルトはどうしたの？え、モーツァルトはザルツブルクでしょ？じゃなかったっけ？うん、どんな人間なの？どんな人間ってあれやん。あの音楽家。お、どんな音楽ですか？あのジャンル、ジャンル。ジャンルは、ジャンル？うん。いや、クラシックみたいな感じ。そう。知ってるよそれ。バカにしないでそんな。有名だからね。日本でも。カタロンです。うん。ありがとうございます。あのオーストリアの私も知ってた。オーストリアで撮られたあの英語のとある有名な。映画、古い、まあまあ古い映画。サウンドオブミュージック。一回見た方がいいよ。見たことないわ。うん、結構あのケーキがどんなところに住んでるのかわかるよ。とげ、俺もそこに住みたいってなるよ。自然がすごい綺麗なイメージがあるけど。そうだけど。うん、あと湖とかある。確か湖なんかあるよ、ね。いっぱいのある。なんかハルシュタットって聞いたことある？ハルシュタット。ああ、ない。今は観光客いないから、うちのお姉ちゃんとかも行ってるし、これ後で動画に入れた方がいいよ。おお。なんか超有名な場所だけど、そこで空気がめっちゃいいの。はいはい、あの山とかもあるしさ、で空気がいいから観光客のためにハルシュタットの空気が。ペットボトルで売ってるの、1000円で。マジで？うん、空気って言っても、それ開けた時点でハルシュタットの空気を本当に分かるのかって思うよね。それ面白い。お土産として面白い。確かに、何これみたいな、何も入ってないけど何、うん、なんかこうやって比べると、うん、違いがよく分かる。分かるね、うん、今までよく分かんなかった。その前のはどこの部分？そのヒレ。ヒレの後。ヒレの後はロースかな。ロースはどこ？ロースはヒレがここで、ロースこれ、うん、肩ここ、うん、さっきの2個目のやつとこれはだいたい同じ、近い位置。うん、一口カツを用意いたします。一口カツ？はい、一口カツです。どんな部分ですか？バラとロースの間のところですね。でこちらが、ヒレの先端です。お、ありがとうございます。何押さえてんの？いや、もう結構。いや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 、うん、何をおっしゃる。いいかな。こっちが気になる。ヒレの先端。ソースが少ない。いただきます。うん、あ、濃い、あ、濃い。うん、うん、でもまた全然違う味するよ。すごい美味しい。いや、これ今送っていい。ちょっとスパイスは効いてるけど、わかる？油は少ないかなと思う。ちょっと油が少ないかな、うんうん、他のやつと比べて。でも柔らかいから結構最後に、一番最後ってさ、ちょっとさ油っぽくなってくるじゃん。最後としてはすごくいい終わり方。確かに。確かに。アグリうん、登録者1万人おめでとう。うん、うん、ありがとうございます。でもね、うん、この間の動画のおかげだよ、うん、それでめっちゃ増えてくれて。あ、本当、よかったよかった。なんかびっくりしたよ、お菓子を食べただけで。ありがとうございます。いやいやいや、皆さんありがとうございます。またこれでちょっと増えたもん。あんなに一気に増えたことなかったよ今まで。優しい登録者がいるんですね。そんなにあるんですか？メンチカツ？一気に分かった。なんかあの可愛いハリネズミみたいな。そうだね。え、これはなんかつけた方がいいの？これはね、普通に何もつけなくても分かったけど。わあ、すごいサクサク。熱い？熱い？熱くない。大丈夫。でもなんかつけたい、うん、一回なしでいいか。うん、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 美味しい。うまいね。
あて、うん、猫舌、うんうん、私めっちゃお腹いっぱい。この後かき氷でもそれはいけそう。別腹、うん、う水のようなもんでしょ。朝からこんなわこんな肉、うん、ありがとうございます。わ、すごい。これはすごい。わー、すごい。この、こっちすごいね。いちごが正解かもしれない。初めてなんだけど。初めて。僕は昼だよ。多分氷。美味しい、美味しい。どうすか。もう、あ、ヒデカツがもう一番好きな食べ物、日本食なんで、もう今日食べれて本当に幸せでした。美味しかったです。あのジューシーだったし、肉のクオリティが今まで食べた肉とはまた全然違う段階。もう素晴らしい。もうまたここ行きたい。そしてまだ私に登録してない。なんていうチャンネル？あのケーキ姫なんだけど登録してください。概要欄に貼っとくんで。あの最後に。ケーキビームやっていいかな。いいよ。超美味しい。ケーキビーム。オッケー。あ、ちょっと来ていいか。バイバイ。